ダニエル・ダニ・パチェコ・ロバトは、スペイン王国マラガ県、ピサーラ出身のサッカー選手、ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー、UD ・ログロニエス所属。小柄な体型であるが、ボールコントロールにだけ、得点能力にも優れている。バルセロナのカンテラに所属していたが、2007年夏に、リバプールに移籍する。移籍当初は、リザーブチームでプレイし、 2009年に UEFA チャンピオンズリーグのアッコフ・フィオレンティーナ戦でトップチームデビューを果たす。2011年3月23日、ノリチシティ FC にレンタル移籍し、リーグ戦2ゴールを記録した。2011年8月24日、スペインのアトレティコ・マドリードにレンタル移籍し、2011から2012シーズンはラーヨバ・ジェカーノにレンタル移籍することとなった。 なおアトレティコにはシーズン終了後に買取オプションがついている。2011年9月18日、ヘタフェ CF 戦でリーガーエスパニョラデビューを果たした。2014年にレアルベティスに移籍した。2016年7月23日、ヘタフェ CF にレンタル移籍した。2017年7月3日には完全移籍となった。2018年3年契約で、 マラガ CF に移籍した。2020年10月3日、マラガ CF の業績悪化に伴う、レイオフ制度によって、契約解除を通告され、クラブを退団した。翌年2月1日、セグンダ・ディビシオンの UD ログロニエスト2020から21シーズン終了までの短期契約を交わした。スペインユース各世代で代表に選ばれている。 2010年夏に開かれた U19 欧州選手権ではポルトガル戦で2得点を記録するなど大会通算4得点を奪い得点王に輝いた。ありがとうございます。